小矢部市にある松井園芸のビニールハウスでは、春の味覚タラの芽の収穫が始まりました。山菜といえばタラの芽と言われるほど人気が高く、山菜の王様とも呼ばれています。山で採れるタラの芽は5月頃に旬を迎えますが、ここでは促成栽培をして2月初めから3月末頃まで出荷します。タラの芽は山菜の中でも歯ごたえがもっちりしていて苦味も少なく、山菜を食べ慣れてない人にもおすすめの山菜です。松井さんはおよそ20年前、花の栽培など園芸の作業が少なくなる冬場の仕事を増やそうとタラの芽の栽培を始めました。育てているタラの木の原木を今年は1月の初めに伐採、その原木をカットし井戸水につけて芽を出させます。促成栽培のタラの芽は山で採れるものよりもっちりとした食感が特徴。天ぷらやごま和え、酢の物などにして香りと苦味を楽しめます。できたものがパック詰めにして、各直売所に持てた時にお客さんから、それが非常に美味しかったっていうのが一番ありがたいですよね。春の先取りみたいもんやっちゃね。うわー、もう春だなっていう雰囲気になっていただければいいのかなと思うけども。出荷の始まったタラの芽は小矢部や高岡などの直売所や道の駅で販売しています。松井さんは今年も一足早い春の味を食卓に届けています。